10年頃私にタイムカプセル。本日は2022年10月の11日でございます。4月から種を植えて育てたマリーゴールド、だいぶもう時期が終わって、いよいよ種の収穫の時期にやってまいりました。8月ぐらいにね、一度こうすき戻して、元気に、最近までずっと元気に咲いていたんですけども、いよいよ種を取る時期がやってきたので、今日は種の収穫の模様、それから今までの成長の様子をご覧いただきたいと思います。それでは行ってみよう。10月になってもまだまだね、元気に咲いてはいるし、つぼみもまだいっぱい出てるんですけども、もうそろそろね、花じまいはしなくちゃいけないね。7月8月と花の時期を迎えて、一番いい時期に、剪定をして、間を空いてですね、こういうふうに花がじわじわと咲いて、非常に私の目を楽しませてくれたマリーゴールド君でございますが、いよいよ収穫の時期がやってきたと。しかしマリーゴールドっていうのはいいよね。この花の形もいいし、色もいいし、匂いもいいもんね。そして7月の段階でね、全然、花をつけずにもうこのままダメになってしまうんじゃないかと思っていた、庭に土の上に直接植えたマリーゴールドなんやけど、なんとね、10月になって咲き始めたんですよ。見てください、こんな感じです。10月になってね、なんか出始めたんだよ、花が。7月8月の時はね、もうダメかと思ったんだけども、結局ね、10月にこうやってちゃんと花をつけてくれて、僕の目を楽しませてくれました。それでは種の収穫のために花を摘んでいきたいと思います。こういったみずみずしい花が取れました。これをですね、陰干ししてカサカサにして、ここをもみほぐして種を取っておくと。そして来年の4月にまた植えると、こういうことをします。1週間も乾燥させるとこういう感じにね、カサカサになってきて、で非常に軽くなるんですね。ここの中をこういうふうに割っていくと、ほら、はい、この黒いところですね、白い花から黒い先っぽの部分見えますね、これね、これがね、種になりますから、一つのつぼみからこんなにたくさんの種が取れます。これだけあったらね、発芽率が少々悪くても、来年の4月はまたいっぱい苗ができると、まあ、こういうことですね。マリーゴールドなんだけど、4月から種まきするやろ、で苗が出て5、6と育てて7、8と花を楽しんで、9月、10月まで上手にやれば5、花が楽しめると。そして種を取ってまた来年の4月に備える、なんだかんだ言って半年は楽しめると、こういうことですね。こんなことを繰り返しています。10年後の私も、こんなことをやって楽しんでいるんでしょうか、それとも手が震えてもうできない状態でしょうか、頭がボケてるかもしれないけどね。でもまあ10年後の私に向かってこの動画をプレゼントすることで元気のもとにしてもらいたい、そういうふうに思っております。ということで、マリーゴールドの花じまいの動画、これをもちまして終了でございます。またの動画をお楽しみに。それでは本日の動画は以上で終了。バイバイ。